さて、ワーム、プレイしていきます。あれ、ここはどこだろう？周囲は真っ暗でよく見えないし、ベッドの上のライトを借りて、ちょっと探索してみようかな。はい、というわけで始まっておりますワーム。キャラの移動の癖がちょっと強いな。まあ、ワームっていうぐらいだからきっと芋虫が出るんでしょう。主人公はナナコさん。よくわからん場所で目が覚めると。まあ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 よくありますね。日常の風景だ。アイテムは小さなライト。周囲を明るくしてくれる。明るくしてくれるし連打もできるし、いい子だな。ベッドに置いてあるっつってたっけ？で、セーブはどこでも、うん、とてもとてもいい3番だね。できるとありがたい限りだな。ベッドが置かれておると、ベッドに寝かされてる、誘拐されたんか、自分から入ってきたのか。テレビが置かれてる、電源は入らないようだ。ソファー、ベッド、テーブル、テレビって、一応なんかもてなしてくれてんのかな？通気口が設置されている、窒息の心配もなし。いや、しかしマジで暗いな。中央以外ほとんど見えねえ。鍵がかかってる。これは扉か。鍵を手に入れた。この部屋の鍵かな？これで外に出られるといいけど、内側から鍵で開けられるタイプなんね。どこかの鍵。てれれれーん。あれ、向こうから何かがこっちに近づいてきている？あなたは死んでしまいました。よっしゃ！これ結構グロいな。入ってきてるなぁ。スピードはそうでもない。これで、ああ、閉めたか。今のは何だったんだろう。嫌な予感がする。とりあえず早くここから出ないと。マップを越えて追ってきたりはとりあえずしないか。鉄格子なんだ、一応。とりあえず一旦セーブをして、鉄格子ぐらいだったらすり抜けてきそうな気もするけど、机の上に床の模様に気をつけろと書かれたメモがある。床の模様ですか。床の模様、なんか、あ、これは絨毯かな。なんか十字の何かの模様に、一つだけなんか違うのがあったりするような、しないようなか。ちょっと暗くてよくわからんけどもね。鍵穴がないということは何か別の方法で開くのかな。なんかスイッチとかが必要か。これ視界狭いから本当いきなり出てきたらちょっと逃げ切る自信がないな。セーブはこまめにって感じか。ああ、オッケーオッケー。じゃあ、とりあえずセーブをして、5番。これは、あ、本棚か。本を読んでる場合じゃなさそう。まあ、そうだ。あ、ここ取れんのか。あ、これはどういう構造なんだ。ああ、違う。これ後ろに隙間が単純にあるだけか。本棚。本棚。本だね。通気口が設置されている。これはスイッチ？よし、押してみよう。落ちっとな。スイッチを押した。あ、ああ。はい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 。とりあえずやっぱりマップ移動で追ってくるっていうことはなさそう。ああ、いい感じのいいセブだね。一つの部屋で1ワームっていう感じかな。で、スイッチをポチッとなとやったので、開いておらん扉はここだけど、ここはなんか、やたらと扉が大きいし、脱出口かボス部屋っていう感じかな。なんか下映ってるような、映ってないような。ここは来てないか。いきなりワームちゃんが襲いかかってくるっていうことはなかったけれども。さて、気を取り直して行きましょうか。床、模様、これだな。なんか、中央のドットが抜けてる床を踏むとダメっぽい感じかな。このケチャップついてんとこはよくわからんけれども、あ、大丈夫そう。下、左、下。下大丈夫だよな。ここは、あ、こっちは鍵かかってんね。上はダメ。慎重に行こう。右は行ける、上行ける、上、
左上左左わかんねえな。行ってみるか。オーセーフ。結婚はオッケー。でこれは鉄格子の一部が壊れてるか。一旦セーブしておくか。一旦セーブしておこうか。これは悪くない判断だと思う。オッケー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 。これは、あ、これは完全にトラップ。あとは、あー、またスイッチ、どこから来るか。右から来るぞ、気をつけろ。右から来るぞ、気をつけろで、これ、この、檻のこっちには、こ、あ、コーナー引っかかってる。これ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。せっかく引っかかってるんだ。あ、嘘。下が開いたのか、じゃあ。引っかかっててくれるかな。今のは何の音？ワームくんが落ちた音かな。わからんけど、とりあえず一旦セーブをしておこうか。あ、とてもとてもいいセーブだね。とりあえず、ここは、失礼、ちょっと町内放送始まったんでカットしてました。これはまた随分と長い机が置いてあって、横に長い部屋だな。床にはコピー用紙などが散らばっておる。で、電子機器。このパソコン操作すれば出口の電子ロックを解除できそう。なぜそんなことが。パソコン操作して電子ロックを解除した。そんな簡単に解除ってできるもんなのかな。よし、これで外に出られるかも。まあ、基本1回目は命を懸けた様子見をするべきかな。で、ここまでは追ってこない。落ち着いて落ち着いて。さて、おとなしく逃がしてもらえるかな。あー、来た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 。まあ、そりゃ一匹なわけないよね。一匹見かけたら、百匹はいると思えって、昔から言われてるし。さて、二匹以上いるっぽい。ぐるっと回って、こうしてナナコは無事に不気味な施設から脱出することができた。まあ、芋虫ではないよね。ぶっちゃけゴキブリ。